これから雨だよって。もう外雨降っとったけどね。これから降るの？結構。します。洗い物中。で、まあご飯ちょっとしたもの作るよ。すぐ洗う人もいれば、ちょっと溜めちゃう人もいるでしょ。水の音がすごい。今水の中。何の水これ？もやし？もやしの水これ？もう賞味期限過ぎたのかな？今日6月全然過ぎてるわ。ごめんなさい。納豆ともずく。ため。私はちょっとではしないけど、うん、ちょっとでは洗いもしない。
やっとる、これ。トマトも食べる。じいちゃん、さっき餌あげたんやけど。あなたはもうお腹すいたんですか？ね。もうお腹すいたんですか？もうないよ。はい、ちょっとね。この前、ジム友がパンくれた。なんかね、レーズンパンって言っとったんやけどね、どう見てもね、豆パンなんよね。そうなんや。不思議なんやけど。待って、大丈夫。うん。甘い。
よし。美味しいのか。もずくと納豆ってさ、ちょっと怖いよね。合うのか合わないのか。でもネットで調べたら、割と合わせて食べてるの見たから、合うのかなって半信半疑で。顔色な。です。わかるって、お酢は入る、入る、お酢も入る。よし。きゅうりの酢のものと。いただきます、言った？なんか最近。口に出したか心配になって気づいたら3回くらい言っとる時もある。いただきます。美味しいのかな？食べてみます。意外にいける。なんだろう。納豆の酸、若干のその酸味みたいなのと、もずくの酸味。もずくの酸味がまろやかになってる感じ。一緒に食べたら。ああ、こういう感じになるんや。本音さんの抑えられるんやな。すご。うまっ。
で、まあ、ごま振った。って感じ。嬉しい、輪郭がはっきりしてる。なんか、マジで、こんなに、むくみがわかりやすい人って私ぐらいだと思う。こんなにむくんでるっていうのがはっきり出るの、私ぐらいだと思う。美味しそうだね。美味しいよ。どうやって輪郭はっきりさせた？むくみ取っただけよ。むくみ取ってマッサージ。サウナ行ってむくみ取ってマッサージ。ね。だって食べ物自体がさ、むくみのものばっかりじゃん。塩分多いし。だってなんならさ、雨の日とかさ、雨降るじゃん。濡れたりとかしたらもうそれ吸収してむくみそうだもん。それはふやけたっていうのかもしれない。でもさ、謎だと思わない？サウナとか温泉とか行ってもさ、なんか、めっちゃ汗かくじゃん。汗出るじゃん。でも同じ分だけ、私だいたい500の500ミリの水筒にお水入れるんよ、向こう行って。入れるんやけど、で、500ミリ飲むわけじゃん。そう、でも同じぐらいの量さ、汗出るんよ。なのにね、体重がね、入る前と出た後では全然違うの。痩せてんの。ただプラマイのはずじゃん。いや、プラマイのはずって、だって、私が出た汗、足から出た汗を、じゃあめっちゃ振り絞って、水筒に入れたとしても500ミリになるはずなくない？そんな書く？いや、書くけど。ってなったらさ、それをはるかに上回る量を書いてなかったら減らないはずじゃん。なんで減るんだろうっていつも不思議なんだよね。マジで。サウナだけで。お風呂も。5分ぐらいだけね、初めの。初め5分入って代謝上げて、で、サウナ入って、出てを繰り返すだけ。若いから代謝がいい。まあね、代謝はめちゃくちゃいいのよ。多分、私は多分30になっても40になっても、代謝はめっちゃいいと思う。だずっと代謝いいんだもん。誰よりも良すぎて困ってる。私の。てか私、マジでみんなが思ってるよりも、
私、本当に、みんなが思ってる倍の倍ぐらい汗かきなんよ。ライブとか頑張って抑えとる方よ。だからもし私が、もう全力で汗かいてもいいですよ。カムヒアって感じの状態を作ったらめっちゃ汗かくわけよ。だってわかるでしょ？ライブ見とったら私が汗かきなの。で、なんか、まあ、汗かくってことは肌も綺麗になるって言うじゃん。でもね、メンバーとかさ、汗かかん子もね、全然普通に肌綺麗ないよ。普通に理不、なんかちょっとおかしくないっていう。それで、なんか肌が荒れとったりとかしたら、まあ汗かいたら、なんか、あ、こういう効果があるんだって思うけど、それもよく思えるけど、実際さ、なんか、書いてない子たちも肌きれかったりするから私が書いた汗は何のあれがあるんだって思う。わかる。頑張って抑える方法。そうなんよね。でも、まあ、ガチで代謝を落としたいんだったらサウナとか行ったらダメじゃん。多分ね。なおさらさ、多分自分の代謝を良くしてるはずなんだよ。でもさ、せっかく汗かくんだったら、汗かいてもいい環境っていうところぐらいしかさ、メリットないわけよ、こっちからしたら。サウナでいっぱい汗かいて、なんか、むくみが取れるぐらいしかね、ないわけよ。メリットが、汗かきの。まあ、しかももう私まで行ったら、私のレベルまで行ったら、もうこれ以上、代謝は良くならんだろうってぐらい汗かくから。でもね、今日よく喋るね。でもね、サウナ行ったらね、上には上がいるんだよ。めっちゃもう汗かきのプロがいるの。ガチすごいよ。初めて顔面浴に行ってから汗をかきやすくなる気がする。まあ、かかない人からしたら多分ね、書くようになると思う。昔野外ステージの暑い日とか自分の汗で溺れるんじゃないかって心配してた。え、それはももさんがってこと？ももさんが自分で自分を？え、違うの、私がってことだよね。どっち？なんか、ファンのみんなが汗かきとか正直わからんじゃん、ステージから見とって。まあ、フェスとかはわかるかもしれんけど。なんなら自分の汗で、かすんで見えないぐらいのレベルだけどさ、こっちは。ましちゃんがでしょ？わかってくれる？なんかね、汗かかない人に限って汗かいてるアイドル可愛いとか、応援したいとか言うんですよ。いや、そんなことない。いや、そりゃね、可愛い汗の量だったらいいんよ。こっちは可愛くないんよ、もう。一番初めが一番最上級なんですよ。仕上がりは。もうそっから下っていく一方なのよ。本当に。思わん？だって前髪ないやもん、こっちは。どんなに可愛くしてもよ。で、汗がマジで可愛くない。量が。ほんまやだ。全然やだ。マジでもう異次元。なんかほんまに真剣に悩んだもん。今も悩んどるけど。夏とかもほんまに生きていけん。普通に。なんか浴衣とか着て、なんか外歩くってなっても普通にもう無理。だって暑いんだもん。
それどころじゃなくない？可愛く折れないじゃん。せっかく浴衣でやっても。って思うんだけど、どう思いますか？どう思いますか？それに関しては。水も滴らへんのよ、もう。滝やから、こっちは。もう滴る、なんかもう、汗がちょっと涙のように見えて、綺麗だね、とか、そんなんじゃない。キラリじゃない、こっちは。いや、なんかね、で、それこそ、この前ね、スナックマヒナで、男の人、好きなフェチみたいな、フェチみたいな話をしたんですよ、異性の。そう。それでなんかあるかなと思ったら、何個か出てきて、私の中で。今ここで言うのもあれだな、まあ、いいか。いつか、またはるちゃんとフェチの話するかもしれないけど、撮っとこうかなと思ったけど。そう。まあ、何個かあって、その中に、そう、私よりも汗をかく人がいい。いる？この世の中に。え、わかる？汗かきの男の人がいい。たまにいるじゃないですか。男の人、なんて言うんだろうな。男の人は汗。男の人が汗をかくけど、女の人はあんま汗かかないみたいなイメージ。を勝手に持たれてると思ってて。女の子って必死に汗をかくそうとするじゃん。例えばね、脇汗とか。シチューで一番汗かくのはりょうつん？いや、絶対私。絶対私。でもりょうつんね、綺麗なんよね。綺麗。汗のかき方が。隣が常にびちゃびちゃなの。ああ、まあ、なんていうの、寒い、冬とかに寒いのにとかやったらまだわかるけど、汗かく人じゃなかったら、自分がこんなに夏で汗かいてるのに、じゃあ横パッて見て、全然汗かいてなかったりとかしたら、嫌だわ、絶対。だって、その気持ちわかんないじゃん。汗かきの人しかね、気持ちはわかんないんですよ。ってなった時に、自分よりも書く人じゃないと、気にするかも。で、汗かく人だったら、あんまりそうやって女の子が汗かいてるの見ても、まずいよね。めっちゃ汗かいとるねって終わるんかなってイメージだけど、どうですか、みんな。いや、わからん。いや、男はあれだけどとか言うんかな、そういうのって。
それもありがとうございます。やっぱあるんかな、そういう偏見。男はこうで、みたいな。女はこうで、みたいな。サウナで汗かくの。そう、だから、そう、サウナも最近はさ、なんかこう、男女普通に入れるサウナとかあるじゃないですか。普通になんか、サウナ、そう、私はいつもなんかそういうところは行かないからさ、行ったことないし。あれなんだけどさ、普通にじゃあサウナハマっとる友達とかにさ、じゃあサウナ行こうって誘われたりするじゃん。でもなんか普通に、まあそれが個室サウナとかだとわかるけど、で、男の人とかもいるサウナとかだったら、なんかもう100%全力出し切れなくない？そんな環境で。なんか、サウナだから汗かいてもいいかもしんないけど、なんか、汗かいてなんか、可愛くなんか入れないし、なんか我が道はいけない。それで。自分を貫けないかもしれない。だって私コンビニ行くのでもうちゃんと髪の毛とかしていきたいもん。ぐらいの人だから、なんかその、誰も見てないよ、正直。誰も見てないけど、自分的に、そういう状況で、サウナ としての役割を果たせない。自分の体が。だから、そういうところに、どうやって行ってんのって思うの、なんか。たまにさ、その、インスタとかでもサウナ女子みたいなの上がっとったりするじゃん。そんな可愛くなんか入れないから、そもそもね。そうそう。家って感じ。どういう、それ。なんか、やっとサウナ入ったらちょっとじんわり汗がかいてきたよ、くらいってこと？それ楽しいの？サウナって。まあ、私多分こんなに汗かかなかったら多分サウナ行ってないと思うしね。いや、だから、まずもうそこに踏み込めてもないわけですよ、私は。行ってからその世界を知りたくないから。なんか行って、あ、やっぱり、なんかもういろいろ気にしながらやりたくないから。私はもういつも自分が、ジムのね、サウナしか行かないんですけど。無理。私なんかそういう同世代の女の子とかが多いところもあんま行きたくない。普通に。嫌だ。異性より嫌かもしれん。同世代の女の子の方が。危な、女って言うか。同世代の女。もう嫌かもしれん。だってそんな可愛くサウナ入っとる。だからこっちはもなわけじゃん。それで言うと私はいつも行ってるサウナはもう汗かきのプロたちがいっぱい揃ってるから、そう、年齢層高めの中で、こう、あ、こうやって汗をこう、落とすんだ、みたいな。汗を絞る、みたいな。あるよ、なんか汗が落ちる角度が。もう、真剣に サウナで汗をかいてる人だから。
それがもう本当のサウナだから、自分の中ではね。だからまあ先伝えとくね。フェチっていうか、好きなタイプは自分よりも汗をかく人。これ一つ入ってます。メンバーは？ メンバーか。てかメンバーともお風呂入らないしな、そもそも。メンバーとお風呂入ったってか、普通にサウナ一緒に行ったことあるのも、ほの、あずさちゃん、さらっぴー、マイキュー。ぐらいかな。角田もあるかな。ライブで汗かかへんの。そんな汗のね、使い分けできないんですよ。もう常に汗かきます。だからもう最近はちょっと、もうなんて言うんだろう。やっぱり全力でステージ踊りたいんですけど、それプラスアルファやっぱりこう、可愛くもいたいから、っていうので、ちょっと自分の中でこう、じゃあ初めの出だしの4曲とか、バランスがあるんですよ。もうこれ全力。ちょっとここは曲、先行とか。で、ちょっと汗の調節ができるようになった。まあ、お風呂はね、葵ちゃんとかもあるかな、入ったこと。おきちゃん、二人でとかないけど、みんなで、バーって入った時はあるかな。不眠耐久ロケの時とか。サウナはほんと、もうそのメンツかな。もうサラピとかも全然汗かかんけん。私がめっちゃもうドワーって書いとる横で、やっとちょっとじんわりしてきたくらい。サラ多分、サウナ向いてないかもって言ってた。感じかな。まあ、それ汗とかあんまり気にしないけど、それこそメンバーとかで入ったらね。もう、サウナとかは、だからもう汗かく方が、もうすごいと思ってるから、ちょっと汗かいた方がちょっと優位な立場に立ってる気がして、いつもなんか帰ってきたら、見て、見て、見てって言う。この前も、徳島帰った時、幼馴染と温泉行って、で、まあ、ロウリュっていうのがあるんよ。なんかもう、90度とか、それぐらいの、なんか、液体かけて、なんか、石で、なんか、匂いとか、なんか、効能みたいな、があったりとかで、めっちゃ、あったかい空気を内輪で仰いでもらって、で、まあ汗かくってやつがあるんだけど、ロウリュとかもめっちゃもともと高い温度のところでさらに上がるから、めっちゃ汗かくんだけど、言って。
どうやっとったね。ケイさん、ありがとうございます。ロウリュ好きなんだけど声出るわ。でもおるよね。めっちゃ自分追い込む系の人おったよ、この前も。なんか、こうやって手上げるだけじゃなくて、もう立ち上がって、もう上からこう、あったかいこう、熱風がこう降りてくるんですよ。だから上に行くほど温度が高くて、サウナとかも。なんか手上げてくださいねって言っとって、スタッフの人が。行ける人は。そしたらその人も立ち上がっとって。すごかったよ。あ、この人が、この人を自分のことめっちゃ追い込むストイックな人やと思いながら。またはド M やと思いながら。いちごちゃん以外の四国新メンバーを話したことある。全員ある。ゆうなも、いちごも、ゆいちゃんも、みんなある。エジリン、ポケットからヘリコプター。だからやっぱ汗をかいてでも可愛さを保つためには、まあやっぱそのもの、もう、やっぱ自分磨きを 自分磨きもやっぱ続けなきゃいけないんですよ。メイクとかでどうにかなるっていうのはもちろん大事なんですけど、もう根本的なものを、を良くしていく必要もある。て思う。もう今月とか何回行ったんだろうね、サウナ。控えめに言ってマジで。広島に行ったら週3ぐらいは。汗飛び散らかしながらの、まあ全然飛んでいくと思うけど。ユキラさん羨ましすんぎ。羨ましいでしょ。そう、この前ね、とある方とご飯行ったよってみんなに言ったんだけど、今日インスタとツイッターに載せました。りーちゃんでした。わーい。ね。サウナハットとかもかぶるね。かぶる。
でもみんななんて反応してんかわからんのかわからんけど。ツイート全然反応こんかった。みんな。そう、ゆるふわで一回 YouTube で共演 でゲストで呼んでいただいて、そう、それからその時初めてお会いしたんやけど、半年ぶりに会いました。そう、その話もしたかったんやった。名護で始球式していた、始球式してたから好きです。あ、なんか始球式の話もしたな。あ、でも、そう、中日、なんかいろんなところで始球式したことあるから、そろそろなんかどこかしら絞った方がいいかな、みたいなんで、中日最近応援してるって言ってた。中日やったかな。こんばんは。そうよ。りーちゃんはね。まあ、女から見ても、もうね、素晴らしいよね。兄ちゃん痛い。憧れ。まあでもなんかその、そりゃ、見た目とかも、そりゃさ、もうみんな好きやん。あんななんかもう可愛いも綺麗も両方兼ね揃えてるみたいな人をさ、嫌いな人なんかおらへんやん。でも私何がいいって、なんか、性格は好きなんよな。私なんかあんまりこう共演とかしても、なんかそうやってプライベートで、なんか遊びに行ったりとか、そういうのあんまりなくて。そうで、まあ、りーちゃんは、なんか、あ、この仕事終わってもう仲良くなりたいなって思って、でもずっとまあ、そんな定期的に会える距離でもないし、ちょっと若干遠慮もしてて、私も。タイミングを逃してて。なんかまあ、また、その、仕事を一緒だった時に、なんか、また東京来たら教えて、みたいな感じやったけど、なんか、そういうのはよくあるやん、普通。なんかまた遊ぼうとかさ、また連絡してとかってよくあるやん。 よくある話やん、口だけみたいな。そうやから自分の中でも結構どうしようかなみたいなのはあって、でもこの前りーちゃんが誕生日で、そうおめでとうございますみたいな。でもあれからも半年経ったからさ。そりゃこっちもなんか若干距離感わからんくなって。しかもなんかその、実際に会ったらいけるけど、なんかその、やりとりとかって結構なんか距離感がわからんってか。ほんま、下手したら私めっちゃ生意気やん。りーちゃんの方がすごい、私よりも年上でお姉さんなのに、なんか、文字の感じだったらめっちゃ生意気に聞こえたりするかもしれへんと思って。そう。慎重に行ったんですよ。そう。で、まあ。
ご飯行きたいです、みたいなの送って、で、まあ、いつ、なんかまた来た時言ってって言われて、でも本当、もう数日後に行く、もう明日、明後日行きますみたいな感じやって、でも、さすがにちょっと急すぎるよな、みたいな。そう、と思って。まあでも、行きたいし、なんかそういうのってもうタイミングやん。だし、なんかりーちゃんも、なんか、ほんまに行こうと思って言ってくれてるのかどっちかは文章から分からへんから、まあ、行きたいと思ってくれてたら、まあすぐまた変わるかなと思って、もう行こうと思って。で、まあ、そう、明日行くんですけど、みたいな。夜とか空いてないですかって。って言ったわけ、私が。そしたら、空いてるよーって来たの。ってなるじゃん。そりゃ、こっちだって。空いてるよーよ。世界一嬉しい5文字だったよ。で、ほんまに、あ、行こうって思ってくれとんや、と思って。そう、行きたいって思ってくれたんや、と思って。もう最高って思って。でもそっからもポポポンって。うん。でもめっちゃ緊張した、会うときは。久しぶりやし、別に会いたかったし、ずっと。緊張して、でも もう会って、もう一言とかで、あ、でも、全然もう普通に行けた。なんかりーちゃんが全然普通に話してくれたから、そうそう、それそれってなった。あ、こんな感じだって。そう。そう。また、りーちゃんに会うのも、ちゃんとサウナでむくみ取ってから行ったから。そうよ。まあ、いろいろ話して。じ ゃなんか、その前の日とかにも、なんか、え、何食べたいみたいな、何食べたいって言われて、なんか食べたいものってむずいやん。ね、何でもいいっていうのもうざいやん。だから、なんか、癖の強い魚以外はいけますって言ったよ。癖の強い魚、あ、焼き魚って言ったんか、あれ、なんて言ったか。うん、焼き魚以外何でも好きですって言ったやん。全然違った。そう、焼き魚以外何でも好きですって送ったやん。そしたらなんか、意外わらわらわらって来て、なんでと思って。で、そういう話もした。意外なんだけど、みたいな言われて、え、焼き魚無理なの？って言われて、いや、癖の強い魚が無理で、え、マジで意味がわからないみたいな感じで。笑っとったよ。そう、あと、なんか私が、まあ、ツイッターさ、総語だからさ、で、りーちゃんはね、50人ぐらいしかフォローしてないんだって。だから、私とか毎日ツイートしてるじゃん。だから、もし、
マシちゃんがめっちゃ流れてきてるんだよ、ツイートが、みたいな。なんかさ、って毎日お酒のツイートしてないみたいな言われて、あれ怖いんだけど、って言われて。え、あれ何？って言われて、いや、え、あれ毎日飲んでんの？って言われて。そう、怖いんだけど、って。怖がられてた。で、あれは、なんかお酒のツイートを、で、始めて、毎日一個知ってて、みたいな。まあ、説明したんですよ。そう、好きなものを追求して、それがお仕事につながったらいいな、みたいな。いいじゃん。じゃあ今日も撮りなよ、って。今日も撮るみたいな感じになって。今日も、標準語だっけ？これとかいいじゃんって言って、めっちゃ、なんか1800円ぐらいのハイボールを飲んだんですよ。めっちゃパッケージが強そうな。そう。それまたちょっとあげたい。これいいじゃんみたいな。これ、なんかすごそうじゃない？とか言って。そう。なんかそのお店が鹿児島のね、まあ、東京なんだけど鹿児島のなんかお店みたいな、がなんか展開されてるみたいな。またちょっと載せるけど。実際何日おきぐらいで飲んでんの？何日おき？ええー。でもなんかそんな一回でバカスカ飲まないから、私。だからそんな酔ったりもしないし、酔うほど飲まないんですよ。普通に。二日に一回、とかじゃない？二日に一回は飲んでんじゃない？なんか今までは、それこそ、家で、じゃないよ、間違えた。お店でとかしか飲まなかったけど、最近はなんか、家で、ね、一缶飲んでとか、それで満足したりもするし、2、3日に1回は飲む、絶対。そう、めっちゃ美味しかったでも、そのハイボールもね。お酒ってどんな種類も飲めるの？そうだね。なんか今まではそれこそ自分が好きなお酒しか飲んでなかったんよ。それこそ梅酒が好きだから梅酒とか。でもなんか、まあ、いずれ私、その資格も、どのお酒も強くなりたくて。そう。ビールもハイボールも、日本酒も、ウイスキーも、ジンも、全部。ワインとかもね。別に飲めないやつあんまなくて。ああ、でも強いて言うならマッコリとか苦手かも。よくわからんね、あれは。あんま飲みたいと思う。紹興酒とかあんまり。って感じ。あんま飲めないお酒とかあんまりないかな。酔うことを知ったら飲むのが怖くなる。まあやっぱなんか、やっぱ美味しく、ご飯を美味しく飲んだりとか、楽しく飲みたいからあんまり酔うことがないね。飲まれることがない。
なんかちょっとふわーんってなったとして、もう歩いたらすぐ抜けるんですよね、私。すぐ平常に戻るから。あ、抜けてきたとか。多分酸素を体に入れたら分解されるのかも。アルコールの体質チェックはしたことないね。もう私、まあ、お酒をツイートしてるじゃないですか。だから最近嬉しかったのは、ツイッターとかもね、通知取ってるからさ、いいねとかも来たら、通知来るし、フォローとかも通知来るんですよ。で、なんかフォローバーって見てたら、その私がツイートしたお酒の多分ファンの人みたいな、が、フォローしてくれとったりとか、あ、多分それで検索とか引っかかって、多分私のことフォローしてくれたんかな、みたいな。嬉しかった。まあでも全然まだまだなんかやっぱもうね、めっちゃ好きな人はめちゃくちゃもう追求して、もう情報がやっぱ全然もう、情報の深みが全然違うから、ああ、全然まだまだやなと思う、自分は。全然まだまだペーペー、序の口。まあでもやっぱ好きなものやから、なんかこう知りたいみたいな、自然と興味ないものを勉強するよりは、やっぱ自分の身につきやすいなと思う。なんか入ってきやすいっていうか。おつまみ選びのポイントとかあるの？おつまみは、まあ、どっちを優先、なんかその時にもよるんやけど、今日はこのお酒を飲みたいから、このお酒に合うものなのか、今日はこのおつまみに合うものを、なんか、これ飲んでみようかなとかもあるし、このおつまみやったら何がおすすめですかってお店の人聞いたりもするし、自分の感覚とお店の、その、もう慣れた、知ってる人に聞くチョイスも全然違うから、それも面白い。甘めから甘めとか基本的どっち？辛めが好きです。辛口が好き。甘口はなんかちょっとアルコール感が結構強く感じて、私的には辛口の方が飲みやすいなって思う。あ、日本酒はね。日本酒のやつはまあまた変わってくる。まあでもやっぱ私は梅酒がめっちゃ好きやから、見たことない梅酒とかを見つけた時マジでテンション上がる。そう、だから割と、ストックはありますね。ゆうこちゃんもしてましたね。
やっぱまあ毎日、とりあえず続けるの頑張ろうって思ってる。何かしら、ネタを見つけて、つぶやこうと思ってる。この前なんかみんなにさ、おつまみ聞いたらさ、これが美味しいよみたいな。これソルティーナッツ美味しいよみたいな聞いて。買ったんやな。まだ食べてないけど。そのうち食べる。私はグリコのクラッツ。クレイツじゃない。クラッツかな。がもうマジで好き。もうあれしかなわけじゃないけど、あれはマジで神。あれマジ大好きすぎて、おつまみ、ちょっとスナック菓子ってなったので、あれを一番に選ぶ。黒にピンクの文字みたいな。沖縄の梅子黒糖だったかな。飲んだ時衝撃だった。九州のね、梅酒もめっちゃいいのがたくさんある。よし。今日はこんな感じで。夜ご飯ごちそうさまでした。美味しかったです。夜ご飯付き合ってくれてありがとうございました、皆さん。今日はまだお酒ツイートしてないので。今日も楽しみにしててください。あれ、ビールのイメージ。そうやな、味がちょっと濃いから。ビールはもう格別やな。何食べたの？もずくと納豆を混ぜてご飯と食べた。あと、きゅうりの酢の物とプチトマト。尾道丸か食品。そう、丸か食品もこの前あげたんやな。そう、すだちも海苔天、どのやつも美味しくて。あと、トマトのね、やつがめっちゃ美味しかったよね。めっちゃ前に期間限定かなんかに上がってて、辛いトマト、なんか天ぷらみたいなやつあったんやけど、めっちゃトマトチリ、天かな。めっちゃうまくて、感動したの覚えてる。マルカ食品さんも美味しいよね。優秀なお菓子あれも。よし。夕ご飯いってらっしゃい。キングさん、ありがとう。それじゃあ、ランキングを読みたいと思います。iPad 2%から始めたから、どうなるかと思った。途中で切れるかと思ったけど、持ってよかった。それじゃあ、ランキング見ます。13位は、キングさん。12位、若月。11位はユナイテッドさん。10位は丸元気さん。9位はポケットからヘリコプター。8位はキャマキャマ。7位は OK さん。6位はウシ。5位はアキラ方言営業中さん。Thank you。4位はヤノちゃん。
3位は、総監督、徳とまるさん。2位は、Q さん。そして本日の第1位は、ルルルルルトン。第1位は、エジリンです。おめでとうございます。わおわお、1位だよ、エジリン。ありがとうございます。ギフトもね、コメントもたくさんありがとうございました、皆さん。おー、100回目の方も初めて1位。そうだよね。ありがとうございます。1位おめでとうございます。これからも、配信見に来てください。今日みんながたくさん質問してくれたからめっちゃいろいろ喋った。ちょっとね、広島は明日も警報級の雨ということで、ちょっとまた天気がね、怪しいんですけど、関東の方もね、関西の方も、みんなの場所も気をつけてくださいね、天気。ということで、6月27日木曜日、今日も一日お疲れ様ひな。また次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。